なんか自分だったらもう嬉しくて何も考えずにリーチ打っちゃうかもしれないんで、うん、もしかしたら本当にあれですよね、まピンズか、ピンズの先輩になってくれた方が良かったまで思ってるかもしれないですよね。多分そうですね。ソーズの確定でもない3色ですからね。まあ、多分なんか勝俣さんに聞いたらリーチ打った自分が悪いみたいなぐらいの答えが返ってきそうな、なんか自分だったらもう仕方ないかって思っちゃうんですけど、はい、それこそ絵に描いた餅みたいな天敗だと思ってたかもしれないですよね。そうなんですか、うん、食えないから意味ないみたいな、まあ、もう終わってみればそうなんですけどね、まあ、形はできてるからね、はい、しょうがないって思ってたかもしれないですよ。やってる時は美味しそうに見えるでしょう、うん、お角谷ペーポン、角谷は3100下ということは、ゴッドじゃダメ、納豆さんもう一役欲しいですね、ドラがないですから。海老原は、5000点ないな、4700、5000、2000でいい。海老原は逆にリーズモで OK な条件になってますね。はい、角谷はだからこの初がやっぱどうしても泣きたいんですよね、最低でも。はい、関係になったマンズ、ピンズも両関係です。角谷でも海老原もなかなかちょっと厳しいですね。からリーズもですから、やっぱりリーチの時点で 5-2 ぐらいにしておきたいんで、やっぱドラ使い切りたいんですよね、はい、ドラってか持ってないですけど3ピンね。またの順調、いいシャンテンですね。これだと少し条件作りやすくなる。ただ海老原さんに欲しい数ピンがかなりもう薄くなっちゃってるんで、勝つまと思ってるからね、これあと1枚ですかね。逆に勝つまたこっち来た、どっち、やっぱドラ浮きにするかな。お、カーンウーピン、こういう選択やっぱ勝俣さんらしいですね。なんか万が一、うん、結構ノータイムでしたよ ね、 ね、うん、決めてたか、まあ、もしかしたら点差的に1回上がりやすい打点を取って次に勝負っていう風な、もしね、この点差、これでもこれがバーピン通ってウーピンでしょ。そうか、これなかなか鋭い上がりだよね。タンヤオイーペーコー、やっぱ展望状況がこうさせたのかもしれないですね。なるほど、やっぱりこの残球がやっぱり普段より11点の込みの価値がでかいんで、はい、やっぱり上がり率は当然ドラ待ちにするよりカムピンの方が高いんで、やっぱこういうところをノータイムでできるっていうのはやっぱすごいですね、勝俣さんは。うん、